安心でございます。周囲約 1.5 キロ、面積1万5000坪、全島 C2 キロ、原子林で覆われ、現在は市が全体で気をつけ保安に指定されております。魚は緑の水中流に寄り集まる習性を持っており、周囲は大変良い漁場となっております。皆様、海面に大きなイタリアが見えております。養殖鉄道に、海、生地、ヒラマス、タイ、ヒラメなどを養殖しております。また、多くの天然魚を一時的に蓄養しておくところとしても利用されており、お隣のお客様に池魚としてお出しすることがあり、喜ばれております。青島の中腹にはエビス神社がございますが、地元ではお別さんと呼び、毎年8月20日にはお別さんの日にも行われております。このエビスさんは越前鹿村から渡辺の合流する青島に迎えたと言われており、越前と丹後半島の4人の間に深いつながりがあったことを物語っております。以前は祭りには若者による奉納相撲が行われ、にぎわっていました。また沿岸4集落によるエコビルでの競争も行われ、コバリエと呼ばれるこの競争は沖縄や長崎で行われている軽量競争とその源を同じにしているのではないかとも言われております。恵比寿神社の境内にはクジラの墓がありますが、以前には昭和初期までたびたびクジラが入ってきました。クジラが湾内に入ってきますと、村中総出で青島から両岸に網を張って逃げ道を塞ぎ、網に沿って船を並べ、その船べりを叩いて湾内深く追い込み、漁師が乗って別の船から乗り降りて一人で乗るのであります。資料によりますと、一頭のこちらに約100艘の船が出動したという記録も残っております。右手に赤い灯台が見えておりますが、ここは患者ヶ原と呼ばれております。